怖い目に遭いました。PVB のアジアサバというところにいたんですけど、前2回の動画ではあの後はあのアジアサバが非常に重くなってというか、サーバー自体がその入れなくなって消滅みたいな形になったんで、仕方ないから別のサーバーでやり直してたんですけど、でいい拠点を見つけてこうこっそりとこう生活を営んでたんですが、先ほど強襲を受けまして、真っ暗な中ね、ドーンっていう破裂音とともに急いで逃げて、アンキロサウルス1匹だけ連れて逃げてきました。今からその襲われた現場に戻ってみようと思います。びっくりした。ちょうどこう自分がね、間違えてブロントサウルスに喧嘩を打って、中の本棚とか、じゃあ本棚、収納ボックスとかをなんかめちゃめちゃに壊してしまって、その復旧作業をやらかしたなーっていう復旧作業をしてる時に襲撃を受けたんでね、びっくりした。襲われたのはこちら側ですね。この滝の上に空洞、トンネルみたいなところがあって、そこをねぐらにしてたんですけど、こっち側から襲われました。あ、何もめぼしいものは特にない。ウェルディクスが殺されている。現場を見てみましょう。何も残ってないですね。何もっていうか、まあ結構残ってるけど、破壊の限りを尽くされている。肥料だけあるね。肥料もらっていく？死体が残っている。死体までは取らないと。潔さがある。取れるもの。金属インゴットとか？いやー、水筒とか、これはあれですね、考えしてた後ですね。犯人は現場に戻ってくるか？いや、戻ってこないな。灯油、肉肉肉、いやー、とっさの判断だったなー。何も残ってないね。恐ろしい。あ、一応装備一覧、装備一式が残っている。装備一式、剣の、こんなもんかな。セミオート式ピストルと、ステゴサウルスのガタガタサドル。いるか？いらんかな。何がある？結構苦労してあれしてたのに。人参が、貴重な人参と肥料が。この辺は肥料とかを置いてたのと、発火口とかセメントだけでも持っとく。肥料、結構肥料はあるけど、
肥料はいらんということで残してくれたんですね。鉄のインゴットあると便利だけど運べないよね、こんなに。急いで戻って正解だったかどうかちょっとわからない。鉄のインゴットはまああるといいけど、こんなにたくさん運べない。うわー、ちょっともしかしたらカクカクかもしれないけど、まあ、そこは許してほしい。めぼしいものが。鉄のインゴットは残してくれてるけど、ただ重たいから残してくれただけって感じだね。あ、ここにね鉄の門があったんですよ。バーンって、それ全部ぶち壊れてる。そしてこちらの鉄の門も壊れて、そしてこっち側の門も壊れてる。2匹アンキロサウルスがいたんですけど、1匹は自分が連れ出して、もう1匹はどうなったかな、わかんないですね。うわひどい、どうしよう、すべてを失ってしまった。まあもうバレてたんですよ、3日ぐらい前から。なんかワイバーンとかマナガルムとかに襲われてバレてはいたんですが、まさかこんなことになろうとは。バレてたけど、まあちょいちょいちょっかいはかけてくるけど、まあまあ大丈夫かなと鷹をくくっていたら、こんなことに。はあ、とりあえずあれ、この辺に置いてたアンキロは、あれ、アンキロ1匹つけ、アンキロ1匹と逃げたって感じだから、ここか、いたどこかに身を隠さないといけないけど、アンキロ1匹当てもないっていう感じですね。はい襲われて全てを失いました。どっかに身を隠そう、移動しよう。ここに身を寄せるしかないな。なんとか、なんとか逃げましたと。こんな裏寂しいとこまで逃げてきた。とりあえず今日はここまで。